皆様こんばんは、キズナ長崎です。いろいろなことをお疲れ様でした。今日はピヨピヨ軍団代表でひまわりです。ひまと呼んでます。でスズメのマロンで、後ろピッチはいつも言います、ピッチと言います。で、野菜炒めですね。今日は豚肉炒めた後に煮込んだ状態です。で、ヤズのちょっと小さいのワラサっていうんですかね、いろいろなことを忘れてしまった。今日はですね、サントリーさんのジョッキ生、これ本当にね、ジョッキで飲んだような味わいですよ。初めて飲んだ時ちょっと感動したね。よいしょ、はあ、こぼれるかな。長崎のみなです。チョコレートたまに食べます。よいしょ、早速いただきたいと思います。お疲れした。ジョッキで飲んだようなこの感覚は、いろんなビールがありますけれども、ナンバーワンやと思います。ほんとジョッキで飲んだような喉にクッってくるこの力強さ、泡までうまい。みんなですね、いただきます。うん、あ、これ開けてみました、帽子のやつ。手がつりそうやった。こんなんです。マジ、うわー、8番おっちゃかした。なんちゃかんちゃおっちゃかすとですもんね、昔からです。で帽子を洗ってピヨピヨ軍団にね、かぶせる予定やったんですよ。こんなイメージで、ちょっとでかかった、でかかったんすよね。どこ行ったかよ、わからんようになって、こんな感じでねやりたかったんですけどね、イメージ的にはね。ちょっと考えます。でマロンはどうなんやって思ってやったらですね、なんといい感じになったんですよ。よいしょ、ちょっと目の輝きが、帽子だとわからんですね、目がキラキラ光っております。あ、なったなった。よいしょ、南国スペシャルということで、あらららららら、石がレオくんです。よいしょ、撮影お疲れ様でした。早速いただきたいと思います。よいしょ、こんな感じですよ。ブリとはね、また違う。いただきます。うん、うまい。わらさのたたき、経験がない人はぜひ試してみてください。ああ、普通にうめえな、これ止まらんぞ。叩きっちゅうか、なめろうというか、なんやろな、めっちゃうまいです。ショットの方でご紹介しましたけれども、昨日100円で取れまして、ラジコンか、100円でも取れる可能性があるっていうのをですね、クレーンゲームや、これクレーンやなくてまた違うゲームですけれども、ショートの方で紹介してます。ちょっとね、過去最大級のモンスターが、モンスター攻略じゃなくてクリアしました。今日のスポットライトはひばちゃんです。よいしょ、あら、あ、おった、ひばちゃんです。